皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3陣取り対戦縄バトラーやっていきたいと思います。これまで初心者クラゲから始まってスリム連合やシオカラーズなどたくさんのキャラクターと戦ってきましたが、多分今回が最後のキャラクターだと思います。どんなキャラなのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあタイトルとサムネイルにはなってると思いますが、そう、今回戦うキャラクターがこちらモノマネクラゲでございます。そう、初心者クラゲから始まってまさかのクラゲ終わりなんですね。縄バトランク47で出てきたので、まあ50までだとしたらやっぱりこれが最後なんじゃないでしょうか。でレベル1とレベル2は3勝ずつしておいたので、いきなりレベル3からやっていきましょうか。で何も喋んないんですよね、このクラゲ。ほらドヤ顔でカードを見せびらかしておりますが、特に言葉を交わす必要はないと。よーし、じゃあ MK デッキ2で戦っていきましょう。ステージはまっすぐストリート。まあ倒せると思うんですけどね、レベル2の段階ではそこまで強くなかったんですよ。だからレベル3だとしてもいけると思うけどな。はい、まずは相手マザー。いきなり大きなものを置いてきましたね。お、そして運がいいですね、ダイナモローラーを引きました。これで壁をしたいんですけど、うわでもちょっと手前すぎるかな。もうちょっと攻めた感じに行きましょうか。はい、じゃあこういう感じで、危な。そしたら右側がちょっと激戦区になりますね。早めにヘビを置いておきましょう。でここで置いてもいいんだけど、ちょっとめり込んでくることを考慮してこの辺で置きたいと思います。ダイナ、うーわ、ちょっと待って、ちょっと待って、めり込ませすぎじゃない？やばいな。次はじゃあキャンピングシェルターを無理やりこっちも押し込んでいきましょう。おお、キャンピングシェルタージャストかぶり。これがモノマネってこと？ちょっとやばくない？でマザーここ置きまして、バレルスピナー食い込んでくる。うーわ、しかもバレルスピナーの方が12で小さいから、上から置かれるか。で泥シャケ置きまして、ジムワイパー置かれる。これさ、青も黄色も置けるところ優先的に置いた方がいいな。スプラチャージャーを無理やり置きたいけど、まあここになっちゃうか。そしてこっちがね、スペシャルゲージ全然貯めれてないのもちょっとまずいかと思いますが、今のところ数字的には勝っている。いやでもね、この段階だと何とも言えない。でタワーがちょっとこっち側食い込んでくるね。で今73対61、残り4ターン。置けるものがまず少なくなってきちゃったんですけども、とりあえずここ置いてスペシャルゲージを貯めましょうか。相手がスペシャルアタック鍋豚を通してきました。これで67対72。相手がスペシャルないことを考慮したら、まあなんとかなるんじゃないかなという気もしなくもないですが、でリッター 4K 上に置かれて、こっから MK さん4個スペシャルゲージがあるので、こちらを使っていきましょう。まずはタワーを、ここ置いたとしてもしゃあないか。こう置いて、いや待てよ、これもうちょっとこう置く。これで83、75、ここで置くと83、72。72の方がいいような気がするな。83、72。いやでもね、これ次の展開がないんですよ、これやっちゃうと。いや一回置いてみよう。で、はい、相手がどう来る？まあそうだよね、ヘビーが置かれて、これで83対82。1個こっちスペシャルゲージあるんで、無理やりスプラッシュボムをめり込ませて、これで86対79。勝てるかどうかという感じですけども、どうでしょうか。おっと、どうだ、待てよ、ドライブワイパー置かれたものの、なんとかなってるような気もしなくもないです。オッケーということで一発勝ち。モノマネクラゲ最後のキャラクターかなんなのか知りませんが、 MK さんにはかないませんよ。今まで何百回やってきたと思ってんの。ということでモノマネクラゲ勝つことができました。全然強くなかったな。そしたらちょっとスリーブ集めやっていきましょうか。前回武吉大村花笠のスリーブリーブをゲットしたということで、今回はヤシガニさん、パルコ、ジャッジくん行きましょうか。そう、30勝するとスリーブがもらえるんですよね。 MK さん裏作業で29勝までやっております。裏作業めちゃくちゃ大変だったんですけどぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでヤシガニさん、結構この辺りは強いよ。特にジャッジくん、
ジャッジ君の29勝めちゃくちゃ大変だったんで、さっきのモノマネクラゲよりもしっかりやった方がいいかと思います。さっきちょこちょこミスってたような気もしたんだけど、なぜか勝てましたからね。いきなりヤシガニさん、ヤシガニさんを置いてきまして、ドロシャケで、どうだろうな、上を塞ぎにかかるか、下を安全に塞ぐかって感じなんですけど、下行くか。じゃあ、ドロシャケここ置きます。タココマンダー、オッケー、下来たよ。だとしたら、こっから上も封じておきたいね。スプラチャージャーを無理やり置きまして、相手が黒ガロ、まあ、それくらいはしゃあないな。で、こっち入られたんで、もう守りじゃなくて攻めます。そう、これね、入られた時に、無理やり守りにかかるっていう手もあるんですけど、それやっちゃうとね、結局後手になっちゃって負けるんですよ。なので、MK さん、こういう時は攻めるようにしております。リッター 4K。どう置こうかな。じゃあこう置きましょうか。で、できればそのバレルスピナーをうまく置きたいな。置けるとこあります？これで、置けなくなっちゃった。だとしたら鍋蓋を、どうすっかな。ちょっと待てよ。カーリングボムこっち置いといて一応はみ出すか。エクスプロッシャーが置かれて、これでとりあえず数字は負けてますが、ここからスペシャルゲージを貯めましょうか。まず鍋蓋をここ置いて、手前の1個スペシャルゲージ貯めておく。相手も貯まる。こっから、ジムワイパーここ置いてスペシャルゲージ貯めようか。はい。で、相手が 4K スコープ上置かれた。お！でもこっちのゲージ1つ貯めてくれましたね。ここから、残り4ターンでしょ。まだまだあるので、とりあえず、こう置いた方がいいかな。スペシャルゲージ的にはここ置く。はい、相手はタコスタンプでまたゲージ溜まって。で、待てよ。もう行く？もう一箇所行くか。バレルスピナーを、こう置いて、74、90、結構攻めれてるんじゃないでしょうか。相手がアロメに1個置いたってしゃあないでしょう。で、こっちが1個またスペシャルゲージ溜まりまして、これさ、次のターンで1個貯めようか。ここで、落ち着け。待てよ、スプラッシュボムとかで3溜まるんだったらそっちの方がいいんですが、溜まらなそうだな。だとした、これで2溜まるね。はい。どうなる？相手がカニタンク結構デカめの置いてきた。数字的には今86対87。3がまた微妙なんですけど、これとりあえずマックス置きしまして、91、82、相手次第だけどどうだ？適当に、オッケー、勝ったいや、結構ヤシガニさんも強かったので、これ一発で勝ててラッキーですね。っていうか、MK さんがね、縄バトラー上手すぎ。本当にここまでやってくるとめちゃくちゃ上手いのよ、私。ということで、はい、勝てました。スリーブをください。ハワは負けちゃった。君強いんだね。私も負けてばかりじゃないよ。また遊ぼうね。そして、お、来た！そうそう。いつも縄バトラーに誘ってくれてありがとね。君と遊ぶのすっごい楽しいよ。それでね、これお礼のカードスリーブだよ。使ってくれたら嬉しいな。キュルルーン、ということで来た。まあ、ヤシガニさんっぽいなんか、オレンジのやつですね。はい、オッケー、スリーブもらうことができました。そしたら次、パルコ行きましょうか。パルコのスリーブってどういう感じだったっけか。レベル3で対戦開始。パルコも強かったイメージあるな。よーし、勝っていきましょう。ポッカリレイク。待てよ、ポッカリレイクはね、上下どっちを先に取るかっていうのが、ポイントになってくるんですが、オッケー。バレルスピナー引けたので、まず下をちょっと塞いでしまいましょう。鉄板下来たラッキー。いいよ。そしたら今度は上の方を攻めたいので、スプラチャージャー置きまして、金鮭マー置かれるよね、なんとかガード。こっからキャンピングシェルターで、上のところを塞ぎつつ、これ、できれば貫通してこないでほしいけど、貫通してくるか。まあ、そうなるよね。で、こうなっちゃったら、もう守るんじゃなくて攻めます。なので、ここにヘビを置きまして、ウルトラハンコ、オッケー、なんとか貫通していく。上に乗せれたので、なかなかいいんじゃないでしょうか。で、ジムワイパーを、ここにこういう感じで置いて、上もガンガン攻めますよ。そう、ボトルガイザー来られてますが、あんまり気にせず行きましょう。ドロシャケ。これさ、お、ここ置けるね、ナイス。うまい感じに置かれましたが、待てよ、こっから、
上の方を攻めるか下攻めるかって感じなんですけど、とりあえずスペシャルゲージ貯めたいのでここ上を攻めておきましょうか。タワーが下来る、なるほどね。待てよ、今これ来ても置けないな。ダイナモローラーがちょっとタイミング悪い。タコスタンプをここ置いて、とりあえずスペシャルゲージを貯めに行きたいと思います。でスペシャルアタック、相手がポイズンミスト、まあそこだったら関係ないでしょう。で残り4ターン、これさ、この下のところを生かしたいんだけど、待てよ、うまくいかないな。とりあえずスプラッシュボムで1個貯める。今んとこあんまり数の差開いてないから貯めに行きましょう。でもな、残り3ターンだから大きいの置いた方がいいよね。わからなくもなかった。10個差開いてしまいましたが、こっからまずはタワーで、ここ置くしかないか。タワー上にも置けるけど、だから何って感じだな。こことかは置けないでしょ。いきなり使う3使ってどっか貯めれればありっちゃありだけど、いやーでも微妙か。待てよ待てよ、鍋蓋使ってスペシャル1個貯めれる。貯めれないかな。やべ、パルコに負ける。とりあえず使うわ。タワーでこれもうマックス置きします。はい、ここ75-71になるでしょ。で相手が何を置けるかって感じなんだけど、スタコラーだとしてもこれで3個差でしょ。こっからもう鍋蓋置いてかけるしかないな。ほい、どうだ、相手が何置くかによりますが、5-6だから負けて、まだ一旦あるか、まだ一旦あってカーリング、いやでもこれ置いたとこでだよね。相手がパスすれば勝ちだけど、どうでしょうか。オッケー危なかった、負けたと思った普通に MK さん今弱かったけどな。よかった勝てて。ということで、はい、パルコの何だったっけ、スリーブももらうことができます。負けた、まあいっか。そうだ、はい、これカードスリーブ、煮るなり焼くなりデッキにセットするなりお好きにどうぞ。いや煮たり焼いたりはしないよ。じゃあまた遊んでください。ということでオッケーパルコのカードスリーブゲットできました。そしたら最後行きましょうか、ジャッジくん。ジャッジくんマジで強いよこれ。今まで30勝してきた中では、30勝というか29勝まで持ってきた中では一番強い。ということでバッテンガーデン行きましょうか。バッテンガーデンはね、最初にダイナモローラーが引ければかなり強い。うわ引けてねえな、もう一回行きましょう。ダイナモローラー引いてくれ、オッケー来たこれが来たらね、もうここ塞げるからかなり強いんですよ。でウルトラショット置かれますが、この次をいいんじゃない、スプラチャージャーでとりあえずこっち側ガード、ダイナモがオッケー来てないね。これで左側もらいました。で右側の方も取られたくはないので、ここに、はい、泥シャケ置きまして、スプラスコープとうまくかぶっていくけどオッケー、なんとかはみ出た。でこっからさ、待てよ、これ置ける？まずはここに置けたら最高ですね。オッケー置けた。小ジャッジく、そこ塞がれたか。上にもね、できれば攻めていきたかったんですけど、まあそこまで欲張らずに行きましょうか。こっち側もじゃあキャンピングシェルター置いて、スペシャルで貫通されてもいいようにしておきましょう。今のところ数はどっこいどっこいですけど、盤面的には MK さんがかなり有利だと思います。で、鍋蓋ここ置いてノーチラス上置く。今上置いても意味ないんじゃないですか？で、バレルスピナー、いや高いの先置いとくか。そう、数値が高いやつを最初に置いとくと、スペシャルで貫通された時にさらに置かれる場所が広くならないようにできるんですよ。何言ってるか分かりますこまこま最初に置いてても結局空いてる空白のところが多かったら、そこにスペシャルでゴリ押しで抜けられて、そこバーって埋められてみたいな負けパターンがあるので、それをちょっと回避する感じで考えてやっておりますが、一旦ここカーリングを置きつつ、スペシャルアタックどこ貫通してくる、ほらこれがありえんのよ。で次絶対そこでかいの置いてくるから、置かれる前にタワーを置く。まあかぶるとは思いますけどね、かぶるよね。おスペシャルまた溜まったよ。これで3個になりまして、あと1個貯めたらリッター置きたいな。タコスタンプで無理やり貯める感じになるかな。じゃあここ置いて、待って
ミスったな。ここ置くと相手にスペシャル1個溜まっちゃう。ミスった。今の置き方良くないね。で今4でしょ。これさ、ワンチャンかけるんだったらここ1個置いてスペシャルゲージ、いや微妙か。微妙だな。スプラッシュボムここ置いてスペシャルゲージ5にして、次のターンで5のカードを引ければかなりアドなんだけど、ちょっとそれは狙いすぎな気もするな。一旦リッター 4K で様子見ましょうか。76-91 76-91だから変わんないか。いやこれでこうする、いや変わんないな。76-91、どこ置いてもスペシャルゲージ1個溜まることにはならないので、ここで置いていきましょう。相手パブロ、いや7だったら大丈夫。はい、82-87で、ここでドライブワイパーを置いてできれば勝ちたい。おっと待てよ、どうなる。はい、相手が3で置いてきましたが、勝ったんじゃないか、ギリギリ勝ったんじゃないか。どうでしょうか、ジャッジ君。オッケーということで、はい、ジャッジ君にも勝つことができました。よし、スリーブゲットですね。いや、よかった、無敗ですよ今日。敗北は悔しいものだ。勝つことが全てでないにしても、負けたら悔しいぞ。君のバトルは見事だった。しかしこの勝利に満足せず、さらなる高みを目指してほしい。お、そして来たにゃ、カードスリーブを知っているか。使えば縄バトラーのカードの裏デザインが変わるぞ。君はすでにかなりのバトルを経験した。このカードスリーブを使ってもいい頃だ。好きなデッキにお気に入りのカードスリーブをセットして相手に自慢するのもいいぞ。試しにカードスリーブを使ってみよう。ということでオッケー最後までジャッジ君らしい口調でしたね。ということで、今回はモノマネクラゲに勝って、かつ、ヤシガニさん、パルコ、ジャッジ君の、カードスリーブゲットすることができました。あとカードスリーブゲットしてないキャラクターが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マジかちょっと大変ですけど、なんとかね、やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、引き続き応援の方よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。